はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやーということですね。さあ、やってまいりました。今回は BE:FIRST からシュンティのメインストリーム、こちら見ていきたいと思います。収録ボタンがファイということで、まあ、もう本当にテクニックといい、見せ方といい、センスといい、めちゃくちゃかっこいいというところでございまして、絶妙な抜け感といいますか、リラックス感というか、気持ち的な、なんでしょう、その見せ方、前にグワッて出てくるところと、スッっていう、このちょっと目をそらす感じっていうんですかね、あの真正面でダーンっていう雰囲気ではなく、ちょっとこう、斜めな雰囲気でサッといる感じこの感じわかりますかね。どちらかというとちょっとスナイパーみたいな踊り方かなっていうふうに思うんですよね。すごくかっこいいというか、絶対に狙いを定めて、なんでしょう、こうど真ん中でドーンってなってバババババっていうよりかは、もう狙い済ませてすっごい遠くの方からスパーンって一発でスコーンって打ち抜くみたいな、そんなダンスかなというふうに思うところでございます。伝わりますでしょうか。ということで、速度を落としながらですね、見ていきたいと思います。ちょっと落としすぎ、はい、このぐらいで見ていきましょうかね。まずこのやっぱり止まってる時に、僕が最初驚いたその止まり感っていうところで、マナティとシュンティで、この後ろにいるソータ君っていう、この前にいる方たちの、とりわけこの光が当たってる方たちの止まり感に驚いたっていうところがありまして、その点で言うとシュンティのこの止まってる雰囲気がめちゃくちゃやばいんですよね。もう本当に周りの環境と一体となるというか、このいわゆるそのゼロになるっていうところへの意識の高さ、これ素晴らしいですね。全く微動だにしないっていうところで止まるっていうのが、かなりやっぱりダンスにおいて大事になってくるんですけども、このシュンティも120点なんじゃないかなって、100点満点中120点の止まり感だと思います。で、この後の頭ですね、この傾け方、自分の意志でっていうか、もうこの音楽にスコンっていう風にこう首が入ってってるみたいな感じですよね。で、じわじわじわーっと回していき、傾けですね。傾け感見ていただいた時に大事なのが、ちょっとこの胸の傾斜と、あとはこの左の膝でございますね。じわーという風に下がっていきながら、あら、そっきわの部分のこの揺らし感っていうところですね。このジグザグに落としていくところで、手をファッという風に開いていく。で、開いていった時のこの手元の少しのこの固定感があるじゃないですか。この固定感と上半身部分の固定感、首元の固定感、この前の竜兵ちゃんのところでもちょっとお話ししましたけれども、全身の筋肉が同じだけの感覚でこういう風に開いていくっていうところになりますので、筋繊維たちがすごい細かくここは機能しているっていうところになっていきます。で、この全然見た時に頭がグッグっていう風に上がっていくのではなくて、高さそのままになりながら、右足とこの右手と右足でこうグッグって引っ張っていくところの、この結構重心を下に置いた状態での左足でのこの踏ん張り感と、戻っていくところのこの頭の高さがスーって戻っていってるんですよ。非常に強い下半身の支えで、ここの前前を取ってからの戻るっていうところまでを、ここシュンティ支えていらっしゃるので、前回とか前々回とかシュンティのダンスをお話しするときに、やっぱりポイントになってくるのは、重心の置き方が非常に低いっていうところと、下半身が強いっていう、で、そこに上半身部分のリラックスが入ってくるので、めちゃめちゃ不思議な質感に見えてくるっていうところになります。うまいダンス、うまい方たちのやっぱり重心の置き方の一つの、これは特徴かなというふうに思ってるところがありまして、からの東京から直下でズンズンズン、この固定感、目線の置き方で注目はですね、下半身なんですよ。このロールの回し方、膝元の柔らかさと足元ですね、足の裏の柔らかさで、もう一周回した時に少し膝がまた膨らんでますよね。つま先立ちになる状態でかかとが浮いて、ぐっとこれですね、左側までかな、あ、右側かな、右側まで膝を振ってって遅れて上半身がついていくっていうところで、このあたりはぜひぜひ足の裏の使い方を見ていただくと、一周回してもう一周目のこの回し感ですね。で、この時にやっぱり頭がこういう風に動くことなく、膝のそのクッション性みたいなのを使って足元で回していくっていうところなので、やっぱり重心が下にゴッと乗ったところに、膝元の緩さっていうところを
膝を曲げることによって膝が緩くなって回しやすくなって、足の裏っていうのも使いやすくなりますので、足首だったりとか膝っていうところの関節を柔らかくクッションとして使っていくことによって、高さを変えずにここでキープして、ここで回していけるっていうところになるので、このあたりの足元の余白の作り方、空間の作り方みたいなのも素晴らしいですよね。で、トゥエントゥエントゥエンの部分で、これまたナイスな質感ですね。すごい、本当に、多分シュンティのこだわりポイントだと思うんですけども、ちょっとって揺らすんですね、こういう風に。この羽感からのグググググっていう言葉のそのトゥエントゥエントゥエンっていうソータ君の言葉の重みみたいなところに重たさをここで設けてきてグーって風に揺れていくところとか、すごい一個一個の質感を体でやっぱりこう表現しに行くっていうところで、 BE:FIRST の方たちの意識の高さってこういうところかなっていう風に思ってます。メンバーの方たちが結構大事なポイントそれぞれで、各々が多分感じた音の聞き方とか揺れ感みたいなものをその要所要所に差し込んでいらっしゃるんですよね。どこまで決めてらっしゃるのかっていうのはちょっとわからないんですが、本当にお一人お一人が、あ、ここで誰か揺れてるみたいなのが結構あったりしていて、それが全体にスパイスとして効果をもたらしていくのかなっていうふうに思うところでございます。素晴らしい一個のこういう起点の部分かなっていうふうに思うので、かなり大事ですね。ここのね、やっぱうまいわダンスって思ったのは羽感ですね。これ体を下に折った状態といいますか、ちょっと上半身を曲げた状態で足元のステップ感になっていきますよね。でやっぱり足腰の強さ、重心のうまさ、下に置いていくところのうまさがあるので、ここのシュンティのステップ感はめちゃくちゃうまいです。後ろに下がっていく時も吸い込まれるからのようにスー後ろに下がっていくと。なんですけれども、頭の高さとかその質感みたいなものは変わらずに後ろにそのまま下がっていく。でちょっと頭をズンズンズンって入れていくところ、このあたりとこの膝の入り感っていうところがベクトルとして右側にこう乗っていくっていうところを表していくので、このあたりの膝元の柔らかさ、足首の柔らかさっていうところがこのステップ感の軽やかさと、なんだけれども確かな質感っていうところで見えてくるかなっていうふうに思います。めちゃくちゃシンプルなステップ感なんですけれども、めちゃめちゃ上手い人の乗り方なんですよね、こういうところはね。ここの歩き方やばくないですか。ちょっと背中丸めてる感じわかりますかね。これ重たさを残していくというか、この感じです。でこの時のつま先とか見ていただくと、今回なのかな、いや前回もそうかな、シュンティの足の裏の使い方結構えぐくって、つま先の際の際まで使って、でかかとの際の際まで使っていくっていう、本当にこの足の裏のこの奥、この奥っていうギリギリまで奥の奥まで体重かけに行くっていうシーンが多く見受けられていまして、これ結構すごいことというか、意識高いのと足の裏がダンスにおいてどういう作用を及ぼすのかっていうのを分かっててここまで使ってらっしゃるなっていうのがすごく見えてくるんですよね。細かい方は多分気がついていらっしゃると思いますけども、このあたりのこの歩き方、この滑るかのようにトゥーッでこう前に進んでいくこの雰囲気っていうのは、すごいここの足の裏の雰囲気と、あとはその背中のこれ体を上げてきた時に上半身を上げきってないっていうところなんですよね。その少しもちろんちゃんと上げるんですけれども、途中の感じっていうところ、このスイッチですね、パーンっていうスイッチ感見せるためにあえて背中がちょっと丸まった状態で前に進んでるのかなっていうふうに思うので、このあたりの質感のニュアンスもめちゃめちゃ細かいと思います。からのここですね。回し感と手元の伸ばし感と足元の踏み感。この背中、肩甲骨がちょっとグーって押されてるようなニュアンスになってますよね。この背中で見せていくかっこよさと手元のこの振り感のかっこよさ。で、からのズンかっていうところで一個アクセントここ入れてらっしゃるんですよ、止まりのところで。これも本当に聞き方として細かいというか、ダンスの意識がすごい高いところだなというふうに思ってます。この抜き感とこの揺らし感、これやっ
ぱりその、まあ、ここの振り付けの醍醐味だとも思うんですけれども、すっごく抜くじゃないですか。あらゆる力みみたいなものを一切取り除いてニュートラルな状態に極限に近づけて見せていくのですが、その心に宿る熱い思い、パッション、魂みたいなものはメラメラと燃えているっていうところで、それをあえて前に出さないみたいな美学なんだけれども、確かに目には宿ってるその熱い思いと、この右手左手に乗ってる思いと、なんだけれども腕のこの振り感のリラックスというか、で足元のこの雰囲気っていうんですかね、全体的なこの乗り感もズーンズーンって乗ってるわけじゃない、メシーンっていうお顔じゃないじゃないですか。その後でどっちかというともうめちゃめちゃこう乗っていくっていうところに対して、ここはスッっていうなんでもないですというか、なんともないです感を出しに行くっていうところのこの瞬間の見せ方はやっぱすごいですね。多分メインストリームに限らず、今までのこう作品とかいろいろ見てる中で、シュンティのその醍醐味というかかっこよさって、やっぱり思いっきりがむしゃらに頑張ってる雰囲気じゃないのにすごいみたいな、ちょっとだからその砂空気感みたいなものがここでめちゃめちゃこう全体にまとわれてるっていうのを感じて、この今回のこのサビの入りの部分のニュアンスとシュンティのまあそのキャラクターみたいなものがめちゃめちゃマッチしてるというか、もうこれ以上ないんじゃないのっていうぐらいの一つの正解をここで叩き出してらっしゃるなっていう風に見ていて感じますね。このノリ感はすごい引き算をされてるんですよね、シュンティね。でこの時の首の切り方っていうんですかね、この感じです。瞬発的にスッっていう風にこの肘の乗り、肘の引き感と頭をセットでハッて持っていってるじゃないですか。この辺りとかのその切れ味みたいなところと、このステップ感、後ろに乗っていくところのこの重たさみたいなところが抜群だなっていう風に思いますね。ここのこのささやきとこの揺れ感ですね、すごいすごいところの、もうここの際の部分だけでやってる感じですよね。からのここのここのね、持っていき方、裏側ですよね。だからね、背中の裏側までこう持っていくところのこの乗り感というか乗せ感、もう一つ奥へっていうところのこの伸ばし感、皆さん全体的に言えることですけれども、やっぱり振り付けの妙がこういうところでも出てますよね。でからのもう一個僕がワーを思ったポイントがですね、ここの止まり感ですね。この顔上に持ってった状態でズゴって止まっていくところ、なんかその自分の意思以外の何かで体がグラッて止められちゃってる感みたいな、このあたりの見せ方もうまいんですよね。なんかその意思 100% だと、なんかその行ったっていう風になるじゃないですか。自分の意思でっていうところの密度が濃くなるんですけれども、ここ自分のこのニュアンスとちょっとあっていう風に持ってかれたっていう抜け感があることによって、このお顔元というか首元のこの上がり感があるんじゃないかなっていう風に思ってて、いい具合にやっぱり音とこう共鳴し合ってる部分があるので、割合みたいなところで言うと、体を動かしていくところの割合みたいなところで言うと、自分以外のスペースを絶対にこう設けてるなっていう風に思うんですよね。でそこに音楽のテイストがいろいろ入ってくることによって自分が変化していくみたいな、そういう余白を常に持ちながら踊っていらっしゃる方なので、こういうところのニュアンスとかがめちゃくちゃうまいのかなっていう風に思うんですよね。音のニュアンスからこういう姿勢だったりとかがついてくるっていうところだと思うので、ちょっと存在がメディアノの部分で揺らしてる感じあるじゃないですか。最初の方で言ったその揺らし感みたいなところもあるんですけど、ソータ君のその声のニュアンスみたいなものをよりこうなんでしょうね、奥深くに表現していこうとしてるのかなっていう風に思うので、あえてその重たく見せていくためにちょっとこういう揺らし感みたいなものをつけてきてるのかなっていう、揺らし感プラスウェーブ感みたいなものですかね。この辺りから進化系の部分、ちょっと腰でグッて当てていくところとか、めちゃくちゃ細かいんですけれども、確かにそのシュンティの動きを見た時にそういう音だなっていう風になるというか、すんごい聞き分けてるなっていう風に思いますね、この辺りも。からの
でズンズンズン。ここのやっぱり涼希くんとのコントラストですよね。涼希くんが結構そういう意味で言うとパフォーマンスは本当に真逆の性質を持っていらっしゃる方かなというふうに思うので、やっぱりね、惹かれ合うんですよね。惹かれ合うっていうか、引き立て合うっていうところはありますよね。この全然のところの手元の出し方とか、足元の踏み感とかが本当に絶妙ですね。かかとですね、やっぱりちょっと後ろ目に乗ってるところがかっこいいのと、ここのこのサッポンぐらいのこのぐらいで離しちゃうところ、こういうところのこのセンスでもやっぱり声聞くと確かになっていうところですよね。その本当に声の邪魔にならない動き分だけにしておくところとか、自分の声を表現することがやっぱり上手いっていうところもありますよね。アーティストさんだなと思うところですね、こういうところがね。からのここら辺見てても思うんですけども、かなり金銭たち揺らしに来てるなっていう風に思いますし、後ろに引けば引くほど強く力が入ってるんだなっていうのも見えてきて分かりますね。見ててわかるところですね。いや結構な踏ん張りというか出してるんですよね、このあたり。いやクオリティの高いウェーブで、この手首の揺らし感、刺すところのこの入り感、意外とここら辺はこう大きく体を使っていくところに対して、一回ダウンを入れてからアップ、ダウンを入れてからアップって、ちょっとこう潜りながらこういう風に下から上に上がっていくようなニュアンスが多く見受けられますね。あ、今のところも結構ベクトルっていうんですかね、この前のソータ君のところとかでもお話ししたと思いますけれども、ここから一回引き寄せて後ろに引いて、かこの左の腕に近づけてから乗っていくところ、この引き方もですね、手元をちょっとこうペッペっていう風にピック持ってるっていうよりかは手全体でこう引いていくところの見せ方のニュアンスですね。で今のメインストリームの部分のここもなんですよ。これです、これです、これです。このつま先の突き刺し方とかがやっぱり結構、これなんでこんなにいけるのっていうと、膝ですね、膝でしっかり内側に入れてるので、足元が非常にこう自由が効いてるっていうところがあるのかなっていうふうに思います。そのぐらいだから膝で踊ってるというか、このあたりとか顔の残し感とかですよね。腕がね結構見てるとしっかり太いんですよね。これがまたかっこよさのポイントかなという、小さめに動いて動きが軽くないんですよね。でそれはなんでかというと、多分体がちゃんとしっかり作られてるからなのかなっていうふうに思うところもあって、小さく見せててもかっこいいだけの説得力のある、そもそもの肉体があるっていう、骨の太さだったりとか筋繊維の太さがちゃんとあるから小ささが逆に見えてくるっていう部分でもあるかなっていうふうに思いますね。もう乗り感のこのうまさですよね。スタンスの広さというか、ちゃんとこのかかとというか外側で蹴りに行ってるところ、うまいわー。すごいです。本当に全然の部分の頭の揺らし感とか、この足の裏の上がり感とか、結構やっぱり膝が入るんですよね。本当にここのやっぱり一個下にいる、まあ、リュウヘイちゃんもそうなんですけども、この体勢で、このトゥントゥントゥンっていうこの跳ね感、ストップ感だったりとか、跳ね感だったりとかっていう、ちょっとやっぱりアニメーションの要素みたいになってくるじゃないですか。難しいんですけど、この体勢でちゃんとその質感、ニュアンスを見せていけるっていうところの、やっぱり体の使い方のうまさっていうのはありますよね。絶妙、めちゃくちゃうまいなーっていう風に思いますし、シュンティのダンスを見ながら、どうやったらそのダンスってそもそもかっこよく見えるのかなとか、かっこよく見えながらもどうしてそういう質感、とりわけ小さく動いて大きめのものではなく小さくコンパクトなんだけれども絶対に伝わってくるその質感だったりとかニュアンスっていうものが
あるんですよね。で、その見せ方みたいなものが本当にうまいというか、そのさりげなさだったりとか、ふとした瞬間にスパーンってこう打ち抜いてくるところだったりとか、ど真ん中でドーンっていうタイプよりかは少しやっぱりちょっと斜めから入ってくる雰囲気があるかなっていうところもありまして、そういうかっこよさみたいな部分ですね。このあたりは本当にもうセンス、おしゃれと結構こう通ずる部分もあるのかなっていうふうに思うところもありまして、そういう意外な角度だったりとか、驚きみたいなところだったりとか、でもそれがやっぱり説得力につながっていくっていうところは一つシュンティの持ち味だと思いますし、この若さでそういう見せ方を体得しているっていうところに、ちょっとこう大人びた雰囲気というか、ダンスに対するやはりその頭脳でしっかりこう考えていくところというか、絶対頭がいい方だなっていう風に思う部分はこういうダンスを見ていて感じるところでもありますので、 BE:FIRST さんたちのダンス見てて思うのは、やっぱり皆さん往々にして頭がいい方たちだなっていう風に思うんですよね。理解度だったりとか、どうやったらかっこよく見えるのかっていうものだったりとか、感覚の部分だけじゃなくてロジックで理解されてる方たちだとも思いますので、そのあたりも含めてシュンティのこのキャラクターと味、あとはその質感っていうところは非常に参考になる、僕もすごくこう学ばせていただいている部分でもありますので、ぜひぜひ皆様たくさん見て学んでみてはいかがでしょうかというところでございます。ぜひぜひ下の方の方からコメント欄から感想もいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、スイッ。